かしい中お時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。予定の時間になりましたので、ただいまより人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に対する不適合に関する記者会見を始めさせていただきます。本日の会見者を紹介いたします。中央 JAXA 理事有人宇宙技術部門長の佐々木博史です。佐々木です。皆様より向かって右側、有人宇宙技術部門事業推進部長の小川志保でございます。向かって左側、有人宇宙技術部門宇宙飛行士運輸技術ユニット技術領域上席で、宇宙飛行士の古川聡でございます。私は本日の司会を務めさせていただきます JAXA 広報部長の佐々木香織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず本日の会見の趣旨でございますが、11月25日皆様から、会見を行った際にさまざまなご意見ご質問をいただいておりました。それらに対しまして、古川自らがお答えさせていただくため本日の開催となってございます。古川より、この閉鎖研究で発生いたしました不適切な行為について自分の口から直接、ご説明したいという申し出がありました。つきまして、まず古川より、ご説明させていただき、その後、理事の、有人宇宙技術部門長の佐々木からも、説明をさせていただきます。その後にご質問に お答えをさせていただきたいと存じます。で、本日は感染症対策といたしまして、マスクをつけたままのご説明になりますことあらかじめご了承ください。なお大変恐れ入りますが、同じ観点でお写真および映像の撮影にあたりましては、感染症対策として十分な距離の確保を、取っていただきますよう重ねてお願い申し上げます。それでは古川よりご説明を申し上げます。JAXA 宇宙飛行士の古川聡です。この度は私が研究実施責任者を務めました閉鎖研究における、不適切な研究行為およびマネジメントにより、国民の皆様にの信頼を損ねてしまったことについて、お詫び申し上げます。特に研究にご協力くださった研究対象者の皆様、そして共同研究機関の研究者の皆様、そしてさまざまなご助言をくださった方々の信頼を損ねてしまったことの責任を痛感しております。心より深くお詫び申し上げます。これより、閉鎖研究における、私の役割や責任、といったことをご説明させていただきます。恐れ入りますが、ここから着席させていただきます。閉鎖研究の不適切行為に関連しまして、先日 JAXA より戒告の人事処分を受けましたことをご報告いたします。国民の皆様にご心配をおかけしてしまったことを改めて反省しております。閉鎖研究の問題点に関しましては、昨年11月に JAXA 佐々木理事からご説明させていただいておりましたが、本日私からは主に5つのことをお話しさせていただきます。1つ目は閉鎖研究における私の役割です。2番目から4番目は不適切行為やご質問いただいた事象に対する私の責任や、なぜそのようなことが起こってしまったのかといったことを自分なりに考えましたことをお話しさせていただきます。5番目としまして、今後の対応、再発防止に向けて、
自らどのように取り組むのかということをお話しさせていただきます。最初の1番目です。本偏差研究における私の役割についてです。偏差研究開始当時の JAXA 側の研究実施体制についてです。それに対してまずご説明します。別紙をご覧ください。部署名や役職名は当時のものとなります。一番上に総括責任者がおります。こちらは研究、医療管理、情報管理、安全管理および設備運用等全体を統括する責任者であります。その下に研究実施責任者がいます。こちらは共同研究を含む研究全体の実施管理責任者であります。その下に研究代表者を含む研究実施者がおります。研究代表者というのは精神心理などを中心としたサイエンスの代表になります。この中で私は研究実施責任者を務めておりました。2番目、こちら2番目のもの、柱としまして精神心理面接によって、研究対象者のストレス状態評価をする際の不適切行為について私の受け止めと責任についてです。当該行為は、精神心理専門家である同僚の職員に役割分担としてお願いしていた部分で起こってしまったことになります。私自身は2020年から2021年頃に第三者による調査委員会からのヒアリングを受けた際にそのような事象が起こったことを認識しました。当時私は研究全体の責任者でありながらそれを把握できず防げなかったことは私の責任であり重く受け止めております。業務において私が目指している姿勢に Trust but Verify があります。こちらは仲間を信頼するけれども念のために確認せよという意味です。本件ではこの Verify 確認の部分が十分でなかったと反省しています。なぜ Verify が十分にできなかったかという点については専門性の高いこの精神心理の部分では専門家にお任せしてその部分を役割分担してもらうその信頼の気持ちが勝っていたことになります。たとえ役割分担としてお願いしていた部分でありましてもしっかりしたプロセスで実施することを事前意識合わせの徹底そして研究を実施している最中もしっかりしたプロセスで行われていることを適宜確認すべきだったと考えております。3番目、こちらご質問いただいている3点について3番目の柱の中で3点お話しさせていただきます。3番目の1番目として検体取り違え時の経緯であります。こちらお手元報告書の13ページを一番下をご覧ください。第5回閉鎖試験における検体取り違え事案においてデータの異常に研究者 D が気づいたのは2018年1月23日であり当日中に研究実施責任者である研究者 B に報告された。こちらが私になります。しかし倫理審査委員会事務局に連絡があったのは約1ヶ月後の同年2月16日であった。なお倫理審査委員会事務局からは即日倫理審査委員長へ報告がなされていると書かれている部分について当時の経緯をご説明いたします。この2018年1月23日の時点で分かっていたのは通常朝値が高く夕方値が低い血清コルチゾールというホルモンの値が通常とは逆でその閉鎖設備に入る前日のデータなんですが通常とは逆で8人の研究対象者の方すべてにおいて朝の方が低く夕方高いというおかしなデータが出たということでありました。でこの血清コルチゾールの生活リズムが乱れていてもこのような朝低くて夕方高いというようなことが起こるんですが8人全員にそれが起こるというのは考えにくいと考えました。そこで朝
採血されたその検体を小さな容器に分注分けて入れる分注しまして、外部の検査会社に、お願いをして測定をしていたんですが、その外注に出す際にヒューマンエラーで朝取った検体を夕方の容器に入れてしまって、逆に夕方取った検体は朝のと書かれた容器に入れてしまった可能性が考えられました。ただこれはあくまで仮説でしてでした。そこで JAXA の宇宙医学生物学研究グループ内の会議で議論をしました。そこでこれをこの仮説を検証する方法として、1番、以前そのおかしな値が出た検体が検査会社から戻ってきて JAXA に冷凍保存されておりましたので、そちらをもう一度再測定する。2番、同じ日にそのおかしなデータが出たのと同じ日に JAXA の解析用として冷凍保存してあった検体がありましたので、そちらも同時に外注に出して測定をするということを考えました。で、検査結果が返ってきたところ、容器の入れ違いである可能性が大変高いという結果でありました。すなわちこの何が起こったかという解明すべきと考えて、そちらを優先してしまいました。しかしながら、このおかしなデータが出た段階ですぐに倫理審査委員会へ報告すべきでした。反省しております。以後第一報は速報性を重視して倫理審査委員会へ報告するようプロセスを改善しております。またこの検体取り違い事案がヒューマンエラーによって起こったと想定しまして、朝というの容器こちらの 色違いにしたりとか、朝というの容器を入れる袋に書く字の朝とかいうという字をすごく大きな字にしたりとか、あるいはその、小さな容器に入れる分注作業をするときの、2人以上によるダブルチェックを徹底したり、そうした再発防止策を考えまして倫理審査委員会等に報告しておりました。ただこれは、医学研究を将来計画することになった場合に向けての、再発防止策の提案になります。3番目の2番目は、スケジュール優先とのご指摘についてです。当時限られた人員や、厳しいスケジュールであったことは事実としてあります。しかし、閉鎖研究に限った話ではないと考えて、仕方ないものと考えていました。すなわち、その中でいかに研究を進めるかに必死になっておりました。たとえ苦しくても、その条件で何とかする、決められたスケジュールを必死に、スケジュールを何とか守ろうとする、それが研究実施責任者の仕事だと当時の私が考えていたためです。人員を増強することは難しかったかもしれませんが、そうであったとしても研究実施責任者として上位マネジメントに適切に実情を伝えて調整をするべきだったと考えております。3番目は研究計画の未熟さについてです。こちら、もっと真摯にご助言やご指摘を受け止めるべきだったと反省しております。当時精神心理面接によるストレス評価というものはしっかり実施できる、そういう私自身の認識のもとで閉鎖研究を進めた結果なのではありますが、先ほど申し上げました通り、ベリファイ確認の部分が足りなかったと考えております。研究を開始する時点からさまざまな倫理委員会をはじめ多くの方々からご助言ご指摘をいただいておりまして、それらについてもっと真摯に受け止めるべきだったと反省しております。4番目の柱は私の研究者としての責任についてです。私は研究全体の責任者ですので責任があります。具体的に申し上げますと、1番、改ざんや捏造とも言うべき事象を研究実施責任者として防げなかったこと。2番、検体の容器への入れ違い事象をすぐに倫理審査委員会へ報告しなかったこと。3番、スケジュール優先であったこと。4番、研究プロトコール、こちらは手順とかルールなどですが、こちらが未熟なまま進めたこと。
であります。ご研究を適切に進めてくださっている共同研究機関の先生方にはご心配ご迷惑をおかけしました。5番目の柱としまして、今後の対応再発防止策、私としての取り組みであります。私としては今回の受賞を重く受け止めまして、例えば自分自身の倫理規範意識を研究倫理研修等で向上させ、医学系指針を遵守する、あるいは役割分担としてお願いしている部分であってもベリファイ確認の作業を徹底するなどしまして、 JAXA として行っている再発防止策の中で自分でできることをしっかり取り組んでいきたいと考えております。以上です。続きまして、佐々木部門長より古川の発言に関しまして、部門長としての補足をさせていただきましたともに、閉鎖研究に関して実施した追加調査についてのご説明を申し上げます。お願いいたします。はい、私の方からは前回ご説明しました、報告書の、との関係というのをまず補足をさせていただきたいと思います。前回、11月25日に報告させていただいた中では問題点としては5つ報告をさせていただきました。で、存在しないデータが作成されていた、研究データが数を書き換えられていた、この点に関しましては、研究実施責任者として管理監督する責任があったというふうな認識をおります。また評価方法が科学的合理性が確認されながら研究を進められた、そしてデータの信頼性を損なうような仕組みができていた、そして医学系指針にのっとって実施されない行為があったという点に関しては、実施責任者、研究計画を立てる人間として自ら責任があるというふうな判断をしております。このような医学系指針にのっとって行われなかったことっていうのは責任があったという認識であります。他方ですね、この本件に関しましては組織として医学系研究に対する認識、知見というのが不足していたというのが背景のもとで、組織的にですね、研究をしっかりとできるような体制が構築することができなかった、そして研究プロトコルの重要性というのもマネジメントとして認識がなく、最後は倫理教育といった研究に対する教育というのもしっかりできなかったというのは非常に組織として反省するべきものというふうに考えてございます。それから前回報告しました25日以降ですね、実施しますと言っていました研究対象者への説明会というのを同日行いました。その際に判明したことについてご説明させていただきたいと思います。会場に資料をお配りしておりますけれども、25日の記者会見の後説明会を実施しております。その際にですね、研究対象者の方から一部行動制限を行っていたんですが、それに対して守られてなかった可能性があるというようなご連絡がございました。これにつきましてはその前2019年6月にもご連絡をされていたというふうに聞いています。具体的には宇宙船が故障して来なかったという前提のもと、シャワーを禁止するといったような行動制限になります。 JAXA では速やかに予備調査のあと、研究実施の適正性、それから研究成果の、信頼性損なう可能性があるということで、JAXA 理事長、そして、研究、開発倫理審査委員会等にですね、まず第一報をさせていただきました。でその上で調査を実施してきました。その結果についてご報告します。でこの内容につきましては監督官庁である文部科学省さんにもご報告させていただいております。で具体的に調査を行いましたのは、まず研究対象者の研究に関わった方々に対するヒアリングを行いました。でこれにつきましては連絡というのはメールで1個1つ受けていたんですが、その担当者が業務の中で漏れて研究チーム内に共有が行われていなかったということになります。それから研究対象者の方々に対しては任意でアンケートをお願いしました。全体の40名のうち26名から回答いただきまして、行動制限に対するルール違反という報告はございませんでした。またその活動に関して業務記録の映像を確認させていただいて、
バスルームの出入り口の映像を確認します。直接は確認することはできませんので、出入りの際の状況について確認をしました。で、実際に明らかに行っシャワーを浴びたというのはなかったんですけれども、一方で、全くそういうことがなかったとも言い切れないということで、ありました。そして 最後、研究計画に対してどの程度、きちんと説明したかといったところについても確認をしています。シャワーを許容しているというふうに解釈されるような表現もありましたし、実際には放送で周知したということで、事前に連絡をするとか、本人の方に対して確認を取ったということがなかったということで、研究計画としては十分、離散上不十分であったのではないかというふうに考えてございます。本件につきましては昨年報告した内容の、と同様にですね、十分しっかりと練られた研究計画ではなかったというふうな認識でありますけれども、再度ですね、この不十分な研究計画に対しては反省すべき点が多々あったというふうな認識をしております。やはりしっかりとリハーサルを行うなど、しっかりとですね、研究の実施が必要だったというふうに思います。またデータの信頼性を損なうような過去に関する認識というのも不足していたということで、しっかりとですね、そういう共有体制、共有が問題を共有できる体制をしっかりと、つくとか、構築するとか、そして共有するという意思付けというのは、十分ではなかったと。また、ロケットでもそうですが、しっかりとですね、冗長を確保するという意味では、ヒューマンエラーを防止するために、連絡を複数受けるというような取り組みも必要だろうというふうな、ふうに考えていますので、この点については、今後の反映にしたいというふうに思っています。はい、それから、もう一つアンケートの中では、採決に対して、やや熟練度が悪かったのではないかと、つまり、採決において痛かったとか内出血があったとかというコメントがありました。これについても、研究チーム内、認識が揃っていたというふうなわけではなかったんですが、研究対象者への配慮というのは十分ではないと、しっかりと医師がやっていましたけれども、多くの、並行してですね、複数のメンバー、医師からチェックをするとか、そういうような工夫、もう少ししたらよかったなというふうに考えてございます。最後、このような状況で、共同研究機関にですね、速やかにご連絡をさせていただきました。で、すでに論文1件が公表されている機関がありましたけれども、確認しましたところ、事前に採取箇所を洗うなど、採取時の条件が揃うような手順の工夫、そして採取条件に影響を受けないような計測と解析を行っているということで、研究成果には直接関係ないと、影響を受けないというご判断はいただいております。しかしながら引き続き、共同研究の皆さん、それから他の方とも必要な対応をご相談しながら、適切に対応していきたいというふうに思っております。なお、この調査報告につきましては、現在、取りまとめて、倫理委員会の方に報告させていただいてますけれども、意見等を反映した上で、最終的な形にして、整い次第、JAXA のホームページに掲載したいというふうに考えています。私からの説明は以上になります。はい、それではただいまより皆様からのご質問にお受けしたいと思います。で、恐れ入りますが、ご質問の際には社名とお名前、それから誰宛ての質問かということをおっしゃっていただきたいと存じます。また本日多くの皆様お越しいただいておりますので、お一人につき1回2問までとさせてください。で、ご質問2問ある場合は続けて2つご質問をお話しいただければと存じます。マイクランナーが参りますので、話の方よろしくお願いいたします。それでは今最初に手を挙がった、はい、お願いいたします。NHK の木下です。本日ありがとうございました。古川さんにお伺いしたいんですけど、今回 の不適切な事案がこれだけ注目されている理由の一つとして、研究の実施責任者を務めているのが、早ければ今年中にもフライトが予定されている現役の飛行士だからだと思います。で、一連の研究不正について、宇宙飛行士でやっぱりそのチームワークだとか共同作業というのが強く求められる職業かと思うんですけれども、
今回の不正とその宇宙飛行士としての素質、まあ、資質に本当に何も関係がないのか、まあ、何か問題があるのであればどのようにしてその問題を克服して、まあ、次のフライトに向かうのか、この点国民の信頼を得るためにどのようにお考えなのか、古川さんのお考えを伺えればと思います。ご質問ありがとうございます。今回の事象におきまして、国民の皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを大変申し訳なく思っており反省しております。その反省生かしまして、自分としては与えられた任務をしっかり行っていくことが自分の責務だと考えており、それによりご信頼回復に努めていけたらと考えております。私の方もちょっと補足をさせていただきます。国際宇宙ステーションの飛行士活動というのと、まあ、研究というのは先ほど述べましたように管理監督責任、まあ、マネジメントという観点では、まあ、共通するところはあるとは思っています。しかしながら今回、少ないメンバーで先ほど述べましたように経験不足したメンバーの中で行ってやった研究というところの問題点というのが JAXA 組織として反省するところであります。一方宇宙飛行士の宇宙での活動につきましては経験を豊富な支援地上の管制員また宇宙飛行士が集まって協力して行うというような形をとっておりまして、また繰り返しですね訓練をしてですねオープンな形で共有して進めているといったような形で対応していきたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。ちょっと今のお答えだと自分というよりも他の人たちと一緒になって厳しい目で見ながら向き合うみたいなふうにも聞こえかねないんですけれど、古川さんご自身が今回のその、まあ、不正の責任と宇宙飛行士の資質に何にも関係がないと胸を張って言えるのか、それとも何か関係があると思うのであればそれをどのように克服して挑みたい、次のフライトに挑みたいのかって、その点を伺いたいっていう趣旨です。はい。共通する部分があると考えております。で、今回の事象におきまして、そのトラスト&ベリファイ、仲間を信頼するんですけども念のために確認することの重要性を再認識しました。で、そういったことをこれまで以上にこう業務に生かしてしっかり誠実に仕事を実施していきたいと考えております。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは他いかがでしょうか。では、はい、そちらの森さんお願いします。MBS の尾藤と申します。よろしくお願いいたします。古川さんに2点伺わせてください。まず1点目ですが、今回、まあ、チームのメンバーにですね、仕事をこう役割をこう分担する中で、まあ、自分の気づかない中で、そういった、まあ、改ざんだったり捏造だったり、まあ、そういったことがチームとして起きてしまったというご説明だったと思いますが、改めて、古川さんこの、まあ、責任者として、まあ、そういったスケジュール感の中でですね、その早く進めるためにその捏造であったり改変であったりそういったものを指示したことはないということで改めてよろしいのかというのをちょっとご本人の口からお伺いしたいなというのが1点なので、まずそちらお答えいただけますでしょうか。そのようなことはございません。で、はい、今回の精神心理、すいません、実情としてご説明させていただきます。精神心理専門家の面接によるそのストレス評価というのは、例えばその閉鎖研究を行った後に、なるべくならばすぐに出してもらえればそれはそれでありがたいんですけども、すぐに出してくださいという要求はしておりませんで、少し経ってからお願いしておりました。ですので、その部分に関しましては、月単位での時間をによって行っていただいておりました。ありがとうございます。あともう1点、古川さんにお伺いしたいんですけれども、
途中ですね、関係者の方であったりだとか、そういった方からさまざまなこう指摘であったりご意見であったり、そういったものに耳をもう少し貸していればということを、先ほどおっしゃられていたと思いますが、具体的にどういったご指摘があったのか可能な範囲で教えていただきたいのと、その時当時ですね、耳を傾けられなかった、そこで、修正できなかった原因というのはどういった部分にあったというふうに今振り返られますでしょうか。はい、外部の有識者の先生方からこの精神心理専門家による面接によるストレス評価の方法について、その評価方法についてコメント、ご意見をいただいておりました。私としてはその部分はしっかり行われているという、そういう信頼の念が強く出過ぎてしまったことを反省しております。で、お手元の資料に あるんですが、形としてしっかりその委員会で、ご承認をいただけた上で研究を進めたのではあるんですけども、その際にいろいろなコメントが同時についてもおりましたので、そこへもっと真摯に対応すべきだったと反省しております。はい、ありがとうございました。それでは次のご質問はいかがでしょうか。はい、ではお願いします。すいません、共同通信の七井と言います。古川さんにお願いします。今年のフライトを控えていることかとは思うんですけれども、事件等々の活動を取り組んでいくとは思うんですが、その公正性というものも非常に重要だと思うんですけれども、それはしっかり取り組むというふうなお話があったんですが、どのようにその具体的に公正性を担保していくというふうに考えればいいんでしょうか。ご質問ありがとうございます。私としては、一つ一つの研究のプロトコールをしっかり守って、着実に誠実に対応させていただく、いきたいと考えております。お気持ちは確かに十分分かってはいるんですけれども、仕組みとしては何か新しいものを導入するとかそういうことは考えてはいないということですね。仕組みについては私の方から補足させていただきますが、研究についてはですね、しっかりと研究専念できるような環境、時間とリソースが与えるような体制と組織づくりをしっかりまずしたいというふうに考えています。あとすでにですね、研究の何て言いますか、例えばモニタリングをしっかりと逸脱したことをしていないかというようなモニタリングの制度とかっていうのをしっかりもうすでにそこは作ってあるんですけども、やはり根本的な問題として十分こう集中研究集中できるような環境を作るというのが大事だと思いますので、その体制を作って、でそのできる範囲で研究をするといったところをしっかりと今後やっていきたいというふうに思っています。すいません、宇宙で の例えば自分が作業するときなど、ごめんなさい、これは今回新しいことではなくて続けていきたいと考えていることなんですが、地上の専門家管制官の方々から要求はされていないんですけども、自主的に自分の肩越しにカメラを設定しまして、どういう手順でどんな作業をしているかという手元とかを映すようにしておりましたし、今後もしていきたいと思っております。もし何か間違い、あるいはこうした方がもっといいってのことがあれば、すぐに地上の専門家から指示をもらって、力を合わせて実施していきたいと考えております。ありがとうございます。あと1問お願いします。今回 の研究に関してですね、その先ほど採血の部分で痛かったというその話があったとかですね、やっぱり血液取るということでも非常に体に対する影響というのはあると、侵襲性があるような作業だと思うんですけれども、この部分ですね、今回実験がこういうことになってしまって、参加者の方に対してどう思うかというのを改めてお願いします。はい、研究対象者の方々に対して大変申し訳なく思っております。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、それではこちらの方、はい、お願いします。日本放送畑中と申しますが、今年にも、フライトを控えているという、古川さんに伺うんですが、今回の、不祥事におけることで今後 そのフライトにおけるこうメンタルな部分、古川さんご自身のメンタルな部分に影響がないかというのが、一つの懸念ではあるんですけれども、そのあたりのお気持ちを古川さんからお聞かせいただきたい。で、合わせて、この周辺の方のこうメンタルケアについて、何かより対策を強化するというようなことがありましたらお聞かせいただきたいと思います。で、もう一つはこれ簡単なんですが、今古川さんはその宇宙飛行士運用技術ユニット技術領域上席というポストでいらっしゃいますが、今回の問題を機に何かポストが変わるとか、そういうような可能性というのはいかがなんでしょうか。この2点を伺います。はい、メンタルケア のご質問ありがとうございます。今回の事象に限らず、特に宇宙飛行で宇宙に出張して仕事をする形になりますので、ご家族や友人から長期間離れて、生活することになります。そういった特殊な状況 でかつ外に緑のところへ散歩に行けるわけでもありませんし、レストランに食事に行けるわけでもありませんし、かなり特殊な環境であります。そのため、精神心理の支援体制がもともとしっかりしております。で、そういった方々とお力を合わせながら仕事を誠実に行っていきたいと考えております。私の方からその周囲の人間に対するメンタルケアですけども、JAXA としてはメンタルケアをする専門の職種のものがいますので、その方から面談をするというのはまず一つ行っているところです。またそれに加えまして、私自身もですね、関係者一人一人に対して面談をして、考えていること、そして、悩みなんかも聞いてですね、ケアをしていきたいというふうに考えております。それからあと肩書きですけども、宇宙飛行士技術ユニットの上席というのは宇宙飛行士それからいろんな運用全般の職種ですので、この肩書き自体は変わらないというふうに。はい、ありがとうございました。次のご質問いかがでしょうか。では、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。日本経済新聞の青木と申します。不正とかいろいろあったこと自体は問題だとは思うんですけれども、そもそもその不正やその利益相反等々がなかったとしても、私から見るとですね、まずこの研究プロトコルからして再現性がなく全く信用できないと、もしうまくやったとしてもですね、というような中身にしか見えないんですね。で、まず古川さんにお聞きしたいのが、研究プロトコルをリーダーとして責任者として読んだときにですね、このプロトコルに問題なかったというようなことは感じなかったのかということが一つと、あとは佐々木さんの方にお聞きしたいのは、この研究プロトコルをチェックして評価するような体制には JAXA の中にはなかったのか、そこをまずお聞きして、で改善点として研究プロトコルを評価し、モニタリングするような体制を作るのかどうか、そこもちょっとお伺いして。ご質問ありがとうございます。当時、精神心理、専門家による面接によって、研究対象者の方のストレスが評価できるというその部分を前提に考えて、おりまして、その上でこの研究計画を進められるのではないかと当時私は考えておりましたことになります。ですので、そこの部分をいろいろいただいたご助言とか、ご指摘に対して真摯に、対応すべきだったと反省しております。私の方からはですね、やはりその当時ですね、やはりそういう認識が非常に甘かったというのは反省するべきだ点だと思っています。で、JAXA の中にですね、医学系研究をお互いにこう切磋琢磨して議論できるという体制が、人も
まあ、そういうできる人間も数少なかったということで、しっかりとその議論ができなかったというのは反省点だと思ってます。でまず、現段階でそういう研究プロトコルをしっかりとレビューするあの仕組みは作ったんですが、一方でその中で、こう実際にそれがよく中身が分かってこう議論できるような人間が少ないですので、まあ、そこの体制をしっかり強化する、もしくはできなかったらまあできない範囲での、 あの研究をまず着手するというような形に取りたいと思ってます。であと、まあ、今までも外部の先生にですねいろんなあの意見をいただいてはいるんですけども、やはりあの時間も限られてますので、やはりまず中でしっかりとあの研究プロトコルをあの細かいところまで見て立案するというのが大事だというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、お伺いいかがでしょう。では、はい、こちらお願いいたします。時事通信の神田と申します。古川さんと佐々木さんに一つずつお伺いしたいんですが、一つはあの古川さんにですね、先ほどからその、まあ、再発防止の上でですね、あの古川さんご自身がこう誠実に職務を行うというようなことを何度か強調されているように聞こえるんですけれども、あの古川さんご自身が、まあ、あの誠実にこう研究を行うということは、まあ、特に疑いはないんですが、むしろその周りの研究者があのきちんとやってないんじゃないかっていう、まあ、ある種その疑いみたいな目を持たないといけないかと思うんですけども、そういった部分での意識の改革というか、ご自身ではどのようにお考えでしょうか。で、佐々木さんにはですね、前回の会見の時にいわゆるその特定不正に当たらないということはどうしてなのかということに対して、まあ、あの研究データが公表されていないというご説明があったんですが、今日のあのシャワーの件の配布された紙の中にもですね、すでにあの論文1件が公表されているという話がありまして、これはその、今回 の, その閉鎖実験のデータを使った論文ではないかと思われるんですが、これとのちょっと整合性についてあのご説明いただけますでしょうか。ご質問ありがとうございます。いただいた質問に関して、基本的にそれぞれの研究者が研究倫理研修等を通じて研究意識、あの倫理意識、規範意識というものを高めてしっかり行っていくということが基本だとは考えておりますが、ご指摘くださったとおり、何か起こる可能性はありますので、可能な限りその確認をしていくということが大切、あのベリファイの部分ですね、確認していくことが大切だと考えております。はい、私の方からご説明します。まずその発表してないと言って特定不正ではないと申し上げたのは、ある意味その改ざんと言われる、もしくは捏造と言われるような行為に関して、これは心理面談で行われたものですから、これに関しての、論文発表はされていないという認識です。で一方でそういう心理面談とは関係なくデータを取得をされた、発表というのが今回一件あって、シャワーの関係でご説明したということになりますので、ここはあの切り分けて考えてございます。そうするとあの確認ですけれども、あの心理面談の結果というのはあの一切その論文としてあのまとめられたものというのはないということで、はい、あの確認の結果はそれはないということで、あのご説明をさせていただきました。わかりました。はい、ありがとうございます。それでは前列、じゃあごめんなさい、はい、こちらが、はい、はい、はい、すいません。あの JST の科学ニュースサイトサイスポータルの記者で草加と申します。よろしくお願いします。あのこの質問本当はちょっと前回にすべきだった質問かもしれませんが、あのまず主として佐々木さんにお伺いします。でもしあの補足とか思いがあればお二人の方からも伺えればと思います。あのこの閉鎖環境の実験の時期というのは2016年から17年にかけて行われています。でとなりますと、あの時期的にはですね、ほんの数年前にあの、まあ、いわゆるスタップ細胞の問題ですね、あの、まあ、よその研究機関で科学研究のコンプライアンスが非常に大きく問われた重大事案でした。あのわずか数年前のことで、私ども報道が大きく取り上げましたし、また文部科学省の研究不正行為の対応指針というのもですね、改定されるなど大きな動きがございました。こういったその科学コミュニティを震撼させるような出来事を経って、なお今回の非常にその基本的な研究コンプライアンスが守られないような事態が発生しました。で、捏造、
研究の問題、もちろんあの中身はもちろんスタップ細胞と違いますけども、これ捏造改ざん研究ノートってこれ全部スタップ細胞で出た話ですね。でまた前回の会見で医学研究に不慣れだったというのは、今回も少し話ありましたが不慣れだったという趣旨のお話もありましたけれども、起きた中身っていうのは、ではなかったかというふうに思わざるを得ないです。で、多山の石っていう言葉がありますけれども、あれだけ大きな騒ぎがありながらですね、JAXA は多山の石にして学んでこられなかったのかなというようなちょっと疑問を感じざるを得ないんですね。で、非常に残念なことでした。ちょっと長くなりましたけど、質問としては研究不正防止に関してスタップ細胞の問題の後の時期に JAXA では何か対応策とかですね、研究のコンプライアンスのためにですね、何か対応策とか強化策みたいなことをタイミングで講じられてこなかったのかどうかということ、講じられてこられたのかされなかったのかということを伺います。併せてご認識も伺いたいと思います。お願いします。はい、JAXA としてはですね、そこはしっかりと当然、国の機関として、研究機関としてしっかりと認識をして、ルール全体のルール作りとかですね、しっかりやってきました。それは間違いないと思ってます。で、それに一方でですね、この分野の関係者というのが非常に少し、こう認識が、言い方悪いんですが、そのちゃんとこうそこが、いわゆる末端まで伝わっていなかったというのが反省点だと思ってまして、本来であればもう研究者一人一人がですね、そういう JAXA として制度も変えた、そういう世界状況も周囲状況もあったとしたら、自らちゃんと理解をしてやるべきだったと思うんですが、そこが十分でなかったというのは本当に反省するときで、我々としてはそこまで逆にしっかりとですね、教育指導というのを逆に働きかけをしなきゃいけなかったかというのがすごい反省点だと思っています。JAXA の他の人たちはそれをしっかりと受け止めてですね、我々のルールも変わってますのでしっかりやっていると、研究ノートも各研究部署でしっかりと作っているんですけども、そこがされてなかったのが非常に残念だと私も思います。すみません。お二人何かございます、思いとか。はい、ありがとうございます。私自身も研究をマネジメントする、立場の組織にいたこともございまして、今おっしゃったように研究ノートの保管管理といったものは、いわゆる一般研究としてのいろはと言われるお作法といえば当然のことだと思います。で、一方で医学の研究に関して、これは今回の事案が起きた上でいろんな方々のご意見を伺いましたけれども、やはり JAXA として医学の研究に対する認識が、やはり下手をするとやはり倫理、人の安全を守らなければいけないという立場のものの研究に対しての理解度、連動といったものが、やはり我々の中に本当に低かったのではないかと。ですので、スタップ細胞の問題があったときに、ちゃんと我が振りを踏まえて、今、佐々木が伝えましたように、自分事として納得しておかなければいけなかったんですけれども、果たして本当にそこに伝わっていたか、医学の研究において伝わっていたかというところについては、我々マネジメントがそこを深く深掘りして確認するまでに至っていなかった。だからこそ今のようなことが、この状態になっているというのは大きな反省であり、今こそこれをちゃんと振り返り是正すべきだと私は考えております。ありがとうございます。で、先ほど佐々木さんからお話しいただいたように、その仕組みとしては JAXA さんとしては整えてはいたけれども、なんていうの、ここ仏作って魂じゃないですけど、研究者一人一人のそれが浸透していなかったというようなご趣旨ということですか。はい、そうだと思ってます。なので我々がそれがしっかりとフォローできなかったのが反省点でありますので、そこをしっかりと今後やっていきたいというふうに思います。再発なさいませんようによろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。じゃあ森本さんですか。読売新聞の笹本と申します。先ほど時事通信さんの質問にもあったんですが、佐々木理事に教えていただきたいんですけれども、ちょっと情報整理すると、論文で公表していないので特定不正には当たらないという説明だったと記憶しているんですけれども、論文で、関連のデータをもとにした論文が、発表は一部されていたんだけれども、これは心理面談の結果ではないというのは
つまりその改ざんなどが行われたデータではないものがあの論文になっていたので、それは特定不正に当たらないという、そういう理解で整理するとよろしいんでしょうか。はい、あの閉鎖研究というのは閉鎖環境の設備を使っていろんな方が研究をされていました。で、一つはあの心理面談をしてそのストレスの状況を測るということが行われていて、そのデータを使った評価というのは発表されていない。一方で、閉鎖の、の環境の設備の中で他のデータを取って、研究されている方もいらっしゃるので、そこの発表は先ほど言いましたようにあるということで、この心理面談を使ったものはないんですけど他の、活動はありましたということを説明させていました。その以前の説明 の、 その今回の件が特定不正に当たらないという見解はこの変わらないというか、はい、変わりません。論文を公表していないから不正には当たらないという説明だったと思うんですけれども、はいはい、それはつまりその意図的な改ざん捏造をもとに論文が発表されたわけではない。そうですね、あのちょっと説明が不足したかもしれませんが、まあ、改ざんというべき行為、それから捏造というべき行為の部分と、それからそもそもちょっとあの実験計画が不十分だったという、まあ、2つがありまして、で前者の方についてはこれが発表されれば特定不正だろうというふうに思ってますが、これが発表されてないので特定不正ではありません。一方で十分でなかった部分もありますので、これについてはしっかりと、気をつけていかなきゃいけないというふうな言い方を 前回すべきだと思うんですけど、この報告書の28ページの、下の方にあの書いてあると思うんですけれども、当該ポムスデータについてはとかっていうところの後ろの方なんですけれども、あの要は今回その、まあ、論文として発表されていた部分のデータは意図的なもの の、 その改ざんなどはなんか意図的な改ざんの有無については判断できなかったとかっていう書き方がしてあるんですけども、はい、判断できなかったこの部分については改ざんではないっていう理解なんでしょうか。はい、私はそういう理解、あの専門の業者の方でですね、分析をしていただいて、こう意図的なあのデータの変更とかそういうものはなかったというのは聞いてます。でただし全く 100% っていうのはなかなか難しいということで、まあ、こういう書き方させていただいてますが、我々としては改ざんということではないという前提でお話をさせていただきます。分かりました。ごめんなさい、長くなって、あと古川さんにも言ってあの教えていただきたいんですけれども、あのいろいろ外部の研究者の方から研究計画の稚拙さだとか、まあ、いろいろなこと助言をいただいたということだったんですけれども、一方でチーム内とか、あるいはここ の、 あの紙に書いてあるあのチームの枠には入っていないんですが、安全管理責任者、情報管理責任者とか実験補助者とかっていうこの、まあ、関係する方、内部の関係する方からあの研究計画が十分でないんじゃないかとかですね、あとはあの検体の取り違いが分かったときに早めに倫理審査委員会にあの報告すべきではないかとかですね、つまりこの関係の内部の方からの指摘というのは実際に古川さんに対してはあったんでしょうか。はい、基本的にあの内部 JAXA 内部の、宇宙医学生物学研究グループ内の会議は、誰でも、言いたいことが言えるオープンな運営を目指しておりましたので、皆様発言してくださっていたと考えております。で研究 の、 その最初の頃の進め方に関しては、それに対してあのグループ内で何か言われた記憶はないです。ただ先ほど の、 あのおかしな値が出たときにどう対応するかというときは、確かにいろいろなご意見がいただけたと思います。その際にあの私は、何が起こったかという、それを解明する検証を優先させてしまったんですが、そうではなくてすぐに倫理審査委員会に報告すべきだったと反省しております。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、あの真ん中の、2番目の、はい、そうです、そうです、お願いします。すいません、あの朝日新聞の桜井と申します。あ、古川さんにお聞きいたします。1点目なんですけども、あの、今回大変な不祥事があったわけで大変に国民の期待を裏切られたというふうに思うんですが、今度は、今年ですね、あの
宇宙に行くということで大変国民の期待を、まあ期待されて乗るわけですけども、まあ、こういう状況の中ですね、今回宇宙に旅立つことについてですね、ご自身は率直にどういうふうに感じていらっしゃるのか教えていただけますでしょうか。1点目です。ご質問ありがとうございます。今回、トラスト&ベリファイの部分のベリファイ確認が非常に大切だということを再認識しておりますので、そういったことを意識するとともに自分自身の倫理規範も倫理研究倫理研修を受けるとして向上させまして、そういった対策を講じまして、与えられた任務をしっかり誠実に行っていきたいと考えております。ありがとうございます。あともう1点ですが、この研究で1億9000万円もの研究、まあ、公的な研究費が使われているということですけれども、これについては返却されないというふうにお聞きしておりますが、これについて古川さんどういうふうに思われますか。責任者の一人としていかがでしょうか。皆様の信頼を損ねてしまったことを反省しております。返却は別にしなくていいという、そういう理解でよろしいですか。返却につきましては、関係省庁の皆さんとですね、議論をさせて調整させていただいているところです。あ、まだ返却しないと決めているわけではないという、そういう趣旨ですか。相談させていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、じゃあその後ろの斜め後ろの、はい、はい、すみません、はい、お願いします。毎日新聞の鳥居と申します。主に佐々木さんになると思うんですけども、論文になっていない特定不正行為ではないという説明ですけども、筑波大学が2018年に発表した論文でですね、先日の JAXA の調査で信頼性が担保されていないという認定されたポムスのデータがされてました。で、最悪撤回の可能性もあるということですけども、これは今回の問題はもろに影響を受けたものだと思うんですけども、この件についてご見解いただけますでしょうか。はい、しっかりとですね、まあ、先ほど最初に述べましたように問題点として研究データをですね、しっかりと管理できてなかったというのを最たるものだと思ってますが、これについては非常に大変申し訳ないというふうに思っております。ですので、しっかりとですね、この対応については関係筑波大学さんを含めて相談して対応してまいりたいというふうに思っています。前回のご説明ですと、論文になっていないから不正行為に当たらない、なので問題がないというようないうふうに私には聞こえたんですけども、はい、これは問題があったんじゃないですかね。はい、先ほどちょっと一度ご質問いただきましたけども、改ざんというべき行為、それから捏造というべき行為に関しては論文の発表はなかったということで特定不正ではないというふうに述べさせていただきましたが、これ別の、計算ミスという観点で、ご迷惑をおかけしたのは否めないので、これについてはしっかりと反省すべきというふうに考えております。で、今回の調査ですけども、医学系の指針に基づいて行われた調査だと思うんですけども、そもそも特定不正行為に関する調査の必要性っていうのは、調査ですね、内部でされたんでしょうか。論文になってないから特定不正行為ではないっていう、まあ、ご説明するからには何らかの判断をしたんだと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。はい、JAXA としてはしっかりと確認をさせていただいています。ごめんなさい。で、あと倫理審査委員会ですとか分科会から11月の発表について、発表とか報告書について何かその異論であるとか、こうすべきだったんじゃないかっていうような話は出ていたんでしょうか。はい、発表の前にですね、いろいろご相談させていただきました。で、その際にはですね、完全に見解が一致したわけではないんですけども、やはりその最初にまず公表すべきというふうなご指示もいただきましたので、我々としてはしっかりと発表させていただきました。最後ですけども、今回 その最初の11月の発表というのは対応適切だったというふうにお考えでしょうか。はい、はい、我々としては精一杯研究倫理委員会の皆さんにも早く発表すべしというふうに言われて、真摯に対応した結果としてやってきましたので、まあご意見はたまるとありますけれども、我々としてはしっかりと対応したというふうに思っています。最後ですけれども、今日発表があった研究対象者からの
ご連絡への対応についてという件ですけれども、これは実験の前提条件の部分だと思うんですけれども、ここのこのシャワーをの関連で制限が守られていなかったという実験については、これ前提条件崩れているので、この実験で得られたデータというのはもう信頼性がないというふうに見ていいんでしょうか。信頼性についての記載がないもので、その辺ご説明お願いします。はい、その表面のデータとしては、もしシャワーを浴びていた場合には、問題になるかと思いますけども、ここで研究されている方はですね、しっかりとその対応として、そのリスクを考えてやられていたというのが分かりましたので、先ほど簡単に触れさせていただきましたけど、そういう観点で、問題なく、影響はないというふうに、回答いただいてますので、そこは対応できるかなというふうに思います。今のご説明、多分個別のご説明だと思うんですけど、そのデータの信頼性という部分ではどう考えているんでしょうか。それいわゆる全般として研究計画に対して、十分行われていなかったという観点で言えばおっしゃる通りだと思います。おっしゃる通りというのは、十分な信頼性を損なうような研究計画だったということになります。はい、ありがとうございます。では一番前の、はい、お願いいたします。朝日新聞、玉木と申します。佐々木さんにお伺いします。今の POMS データの話で、筑波大さんにしっかり対応していくっておっしゃってましたけれども、具体的にどのような対応をされていくのか、そんな、予定並び今までの経緯も含めてお話しいただけますか。はい、これは調査問題が分かった段階でご連絡をさせていただきました。でその後、修正する可能性があるというか、問題のデータがある可能性があるということで、これについては我々としてはどうするかというのは我々だけで勝手に決められませんので、専門家の方のご意見いただきながら、データについて、対応していきたいというふうに考えてございます。今、1本出ているっていうふうになってますけども、今 JAXA さんで把握している限りは、この閉鎖環境下の、研究におけるデータを提供して論文化されているものというのはこの1本のみということでよろしいですか。全体で3本、3本、はい、そのうち1つが先ほど述べたものです。すみません、分かりました。あと、すみません、古川さんに最後お聞きしたいと思います。この POMS データで論文として先ほどそのデータにはその集計ミスとか、意図的な改ざんではないっていうふうににせよ、そのいろいろなその研究計画の未熟さだったりスケジュールの多忙さだったりっていうのがいろいろ絡み合った結果で、集計ミスとかそういったミスも起きているのかなというふうに想像しますけれども、そういった中ですでに論文として出された、大学研究機関に対して の、その道義的な責任とか そのあたりの思いというのを聞かせていただけますでしょうか。はい、共同研究機関の、先生方の信頼を損ねてしまって大変申し訳なく思っております。反省しております。はい、ありがとうございます。ではその同じ島の後ろの、はい、すみません。はい、NHK の水野ですけれども、古川さんにお伺いしたいんですけれども、研究者とそれから宇宙飛行士は違うということで、次のミッションには行かれるということなんですけれども、ちょっとこのままだとなんとなくもやもやした感じでいうことになっちゃうのかなという感じはするんですけど、やはり宇宙ステーションに行かれたらですね、技術者という面はありますけど、当然その地上の研究者の代表して希望で実験やったりというのもあるので、本当に大丈夫なのかなというような疑念が持たれかねないと思うんですけど、それを払拭するためにですね、やっぱりその行く前の段階でこれだけ変わりましたというのをなんか見せてもらった方が証明してもらった方がいいのかなという感じもするんですけど、そういったなんかお考えみたいなのはありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。私としては、自分のこの倫理意識、規範意識というのをしっかり向上させるとともに、業務もなるべくダブル、あの他人の同僚たちのダブルチェックを入れた上でしっかり確実に実施していくことでしっかり任務を遂行したいと考えております。はい、その変わった姿勢を見せるというのは、まあ、いやちょっと具体的にあれですけど、まあ、先ほどからそのベリファイするというようなことをおっしゃってはいるんですが、はいはい、外から見てですね、一般の人から見てなかなか分かりにくいかなと。で、変わってないまま行ってもちょっともやもやする感じもあるので、何かこう、一般の人に分かるような形でのなんかこう説明するとか、何かそういうようなお考えがあるかどうかということですね。自分としては、自分としては誠実に行っていきたいと考えているんですが、その一つ一つのプロセスとかをしっかり行っている、いりますし、それが、仲間あるいは JAXA組織としてもしっかり行っているということをご確認いただいた上で実施していきたいと考えております。その映像とかを見ただけでごめんなさい、判断あの変わった、明らかに変わったことが分かるというのは申し訳ありません。難しいかもしれません。なかなか本人から言うのも難しいと思いますけども、あの彼があの真摯に対応している姿をですね、あのいろんな局面でしっかりと国民の皆さんに見ていただくというのが一番大事かなというふうに私は思います。あと次にあの佐々木さんにお伺いしたいんですが、あの古川さんのミッションは今年あるというふうに言えば、あのスケジュール的にはどう言い方すればいいのかというのと、あと、まあ、あの今回処分があったわけなんですけども、あの宇宙飛行士の方の処分というのは今回初めてでしょうか。はい、あの宇宙飛行士に対する処分としては今までなかったと思います。で、ミッションは今年何月とか言えるんでしたっけ。あのまだあのいろんな計画があの調整中の部分はありますので、まあ、明確にいつというふうなまだ発表はできてないと思います。あ、今年あるというのはいいんでしたっけ、そういう言い方は。23年度中にというのは。23年度中。はい、ありがとうございます。それではあのこちらの列の2番目の、はい、はい、お願いします。 TBS ラジオの澤田と申します。まず佐々木さんに伺いしたいんですが、あの開国の処分ということなんですけれども、 JAXA の処分基準がどのぐらいあって、開国が何番目なのかということをまず伺いたいです。はい、JAXA としてはですね、処分の7段階とありまして、懲戒処分が4段階、その下に、まあ、いわゆる、私もちょっと詳細あの、把握したんですが、あの3段階あります。で、懲戒が4段階。4段階ですね。で、その下に。下に、処分として3段階があって、はい、トータル 7段階ございまして、はいはい、上から、まあ、懲戒解雇から始まって、停職あり減給がありで開国ということになります。ですね、上から4番目ってことですか。だから懲戒解雇停職減給開国です。ここはいわゆる懲戒という部分になります。あとですね、あの、古川さんと JAXA の佐々木さんにお伺いしたいんですけど、これ研究者としてあの、まあ、データいじるっていうのは結果的には、まあ、本当に基本の基本にやっちゃいけない、一番やっちゃいけないことだと思うんですけれども、研究者としての信頼というのは、まあ、これまであの医師としてやられてきたと思うんですけれども、それについてどうお考えなのかっていうのを古川さんに伺いたいのと、 JAXA としてはあの、まあ、外国上から4番目、まあ、これ軽いのか重いのかっていうのはどういう認識なのかというのと、あとその研究者として今後名を連ねて行かれる、古川さんを名を連ねるというのを JAXA という組織としてされるのかということをお伺いしたいです。
私としては、皆様に心配とご迷惑をおかけしてしまったことを大変申し訳なく思っておりまして、しっかり、再発防止策を取って、JAXA が行っている中で自分でできることを、例えば倫理意識の向上とか、そういったことを、ベリファイの徹底だとか、そういったことを通じまして、任務をしっかり行っていけたら、自分の今の与えられた任務をしっかり誠実に行っていけたらと考えております。それによって信頼回復に努めていけたらと考えております。はい、はい、すいません、まずですね、2つありましたよね、ご質問。はい、まずこの処分自体がどのぐらいの認識でされているのかということと、つまりかなり重いというか、あったこと自体がすごく重いと思うんですけど、それにしてはどうなのかっていうところ。あ、すみません。はい、懲戒という処分ですので、かなり JAXA の中で重いと認識はしています。ホームページで公開してますけども、まあ、年に、1人2人というレベルでの処分になります。で、もう一つ研究に関してですけども、ここについてはまずは今、研究というよりは業務をしっかりとやってもらってですね、今後体制 JAXA としてしっかりと、研究倫理等について改めた中でですね、考えていきたいと思います。すみません、さら問いでちょっと年1人2人懲戒っていうので言うと、外国レベルが年1人2人っていうことなんですか？で、それは例えば懲戒というのが年1人2人、はい、それはいわゆる犯罪というレベルのものの人も含まれていると思います。も含まれるって、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。ちょっとこちらの方で、はい、林さん。ライターの林と申します。今日はご説明ありがとうございます。佐々木理事に1点と古川飛行士に1点お伺いしたいんですけれども、まず佐々木理事に組織として医学系研究に対する経験が不足していたというご発言ありましたけれども、過去にこういった医学系研究は全くなかったのでしょうか？閉鎖実験に関しては2003年の1月あたりに5回ぐらいにわたって同様に閉鎖環境でのストレスを評価するという実験が行われていたのを私取材した経験があるんですけれども、それは医学系研究とみなされていなかったのか、つまりは論文として出すような医学研究という経験がなかったという意味なのか、はい、そのあたりをお聞きしたいんですけど、はい、医学系の研究自体はですね、2008年ぐらいから組織作って少しずつはあったと思うんですが、これだけ大規模にですね行えるような研究はなくて、研究者が少ない中であれだけの、大規模な研究をしたっていうのが初めてだというふうに思います。過去の閉鎖実験のこう蓄積とか経験っていうのは継承されてはいなかったんですか？ちょっと一部当時をしている、職員がおりまして、メンバーの中には入ってくださっておりました。その方からのこう意見とか、今回これが問題点じゃないかとかっていうような指摘はなかったんでしょうか？研究の進め方とかデータのこうちょっとまあ改ざんとも取れるようなものとか、はい、研究あるいは全般あるいはその閉鎖設備の運用についてはいろいろご助言いただきまして、それを生かしております。で、研究そのものについても、すみません、先ほど前列の方にご質問いただいたので、その後ちょっと思い出しましたので訂正させてください。その以前検討の段階からいろいろグループの中でもいろいろご意見をいただいた方がいらっしゃったことを思い出しましたので、さまざまなご意見を内部からもいただいておりました。で、その時にいろいろ議論をしたんですけども、結果としてこのような結果になってしまいましたので、もっとその真摯にお聞きして対応するべきだったと反省しております。
あと古川さんに宇宙に生きるっていう科研費の大きな研究の代表でもいらっしゃったと思うんですけれども、それでたくさんの研究テーマを抱えて多忙であったとか、何かそういう事情があったのかという点と、この閉鎖研究、 JAXA での閉鎖研究の他の宇宙に生きるという分野での他の研究分野でも同じように、その研究代表者に任せてベリファイっていうことをあまりしていなくても研究がちゃんと進んでいたのか、他の宇宙に生きるの研究内容とこの JAXA での閉鎖研究のやり方について違いがあったのかどうか、そのあたりお聞かせいただけますでしょうか。はい、当時私は宇宙飛行士と、あと宇宙医学生物学研究グループ長、通常の課長のようなポジションになります。それと今ご指摘いただきました科研費の宇宙に生きるの代表研究者ということで、さまざまな役割を担っておりまして、確かに多忙ではありました。ただそれがだからといって、それが言い訳にはならないと考えております。で、はい、それで他の宇宙に生きるの他の研究機関の先生方、はもちろん信頼してますし、適宜内部でデータの検討会というのを年に2回ぐらい開いてたんですけど、そこで進捗をお互いに報告し合うとともに、いろいろデータのこととかについて議論を私のみでなくて、お互い の研究者同士でさまざまな議論を行って、検討しながら進めておりましたので、そういう意味でこうチームとしてそういうベリファイといいますか、確認の機能が働いていたものと考えております。その他のチームの進め方と、 JAXA にそういった医学系研究に対する経験者がいないことから、その JAXA の方の研究が非常に進めにくかったとか、不安を感じたとか、何か違いはあったんでしょうか。違いといえば、いや違いではないな、今その大学の先生も研究のみでなくて、教育だとか、あるいは医師ですと臨床とかと、それぞれの立場を、になっていらっしゃいますので、我々の場合も複数のものになっているんですけど、そこは違いではないですね。それぞれ違い、はい、あ、ごめんなさい、研究者としてのそれまで費やしてきた年月とか経験は違ったんではないかなと思います。外部の先生方はまさにその研究で、進めてこられた方ですので。すいません、お聞きしたいのは、はい、JAXA の研究の場合、その研究代表者の方がその精神心理面に関して専門家であるから、ある程度任せていたというふうにおっしゃいましたね、ご説明で。はい、で宇宙に生きるの他の領域の研究でも同じように代表の方にある程度任せて、細かくベリファイせずに任せるという同じやり方を取っていたのか、 JAXA での閉鎖研究のあり方と他の領域のその任せ方とかチェックの仕方とか、それに違いがあったのかどうか。ありがとうございます。そういう意味では違いがありました。JAXA の研究は自分たちのチームの研究ですので、ということに対して、科研費の部分はチームではありますけれども、それぞれがこう連携しながら研究は確かに行うんですけれども、それぞれが、最初から組んでいたやりは公募で選定されてきた方々、
もともとは独立した研究だったのをいろいろ共同研究とかをさらにそこに縦糸横糸をかけながら、チーム全体として研究を進めていくことになりましたので、そういう意味では、一緒に相手の研究者の方を信頼する要素が非常に強くて、そういう意味ではその研究の内部にそのものに関しては基本的には、その部分役割一種役割分担として、お願いその部分を研究をお願いするという形になります。ただ全くそのベリファイがなかったかというわけではなくて、その定期的に行う検討会におきまして、お互いにいろいろデータの等の議論を しながら進めてまいりましたということで、ですので、JAXA 内部とはちょっと違う形かと思いますけど、まあ任せるという点では同じ、はい、信頼するという点では、うーん、定期的にチェックをするということですよね。はい、わかりました。とりあえずありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、すいません、じゃあ森内さんこちらの男性の一番前、はい、読売新聞の渡辺と申します。古川飛行士にお聞きしたいんですけども、まあ、今回宇宙飛行士としては異例となる戒告という懲戒処分を受けたかと思います。そのまあ懲戒処分を受けたこと自体に対する受け止めと、まあ、この問題が発覚してから今年の ISS 行きについて辞退しようか、そういうことを考えた瞬間はありましたでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。今回の人事処分を、私としては重く受け止めております。自分としましては今この与えられた任務を誠実着実に古川飛行士が宇宙に行かれるのが2020年11月ぐらいに発表されたと思うんですけど、もうその頃にはこれはもう調査は始まっていたんですかね。そこに対する懸念とかっていうのは何かあったんでしょうか。古川飛行士、すいません、調査の全貌は私は調査を受ける側の人間だったもので全貌がわからないので申し訳ありません。いつ始まったかというのが、調査の開始は2020年、2021年の21年の、7月くらい。あと、すみません、佐々木理事に先ほどの処分の説明ありましたけれども、まあ、懲戒処分が4段階ある中で戒告っていう、まあ、懲戒処分の中で一番下の処分になった基準について、判断基準についてお聞かせいただけますか。その中身につきましては JAXA として、規定上ですねお話しすることはできません。これはこの個人情報ということもありまして、ちょっと差し控えさせていただければと思います。昨日停職2週間という、まあ、処分も研究者1人の方発表されましたけど、書き換えに関わったのは、11月の会見では2人という説明でした。もう1人については、処分状況についてはいかがでしょうか。そちらの方ですね。中身についてはこれは規定上ですねお話しすることはできないので大変申し訳ないんですけども、ちょっとお答えすることができません。それはその JAXA に現状所属していないからなのか、それとも公表基準の、解雇か停職ではないからなのか、どちらでしょうか。それぐらいはちょっと答えていただけますでしょうか。基本的に懲戒処分というのは JAXA として所属している人間だけに対象として発表させていただいています。まあ、所属していても所属していても戒告と減給は公表されないということですか。はい、それははい、もうちょっとすいません、質問お願いいたします。ご質問は、開国言及であれば発表しないですよねとおっしゃっているんですね。
い、そ、まあ、それはその通りです。個別の話につきましては、規定上ちょっと差し控えさせてください。お願いします。あ、すみません、ちょっとその点について広報から補足いたしました。ウェブサイトの方にもしっかり掲載はさせていただいておるんですが、即時、公表する対象が、上位の2つということと、それから下位の2つについては今毎年年1回7月になりますけれども公表するということになっておりまして、前年度の7月以降、そして当該年度のそれ以前のものというものについては年1回の朝刊についてはそこで全て公表するという制度を取らせていただいておりますので、ちょっとこの今の時点では即時公表のもののみ、また役員の件ですねについてのみの公表というふうに今の状態ではなっているという次第でございます。補足でございました。はい、ありがとうございます。ではあちらの、はいですね、一番、はい、そうです、そうです、はい、共同通信社の川澄と申します。古川さんにお尋ねいたします。ちょっと厳しい方にはなってしまうんですけれども、まあ、今回のような不祥事を受けてですね、ご自身がその宇宙飛行士として宇宙に行く資格があるというふうにお考えなのかどうか、そのあたり、伺えればと、あるのかないのかとお伺いできればと思います。自分としましては今回の反省を生かしまして、やはり今の任務、与えられている任務をしっかり遂行することでさせていただけたらと思っております。それはご自身でその宇宙に行く資格があるというふうにお考えだという理解でよろしいでしょうか。自分としては与えられた任務をしっかり着実に行うことで信頼回復に努めていけたらと考えております。わかりました。もう一点、古川さんにお伺いいたします。先ほどのご説明の中で、チーム内で その確認がこうご自身の中でこう不十分だったというふうな説明があったかと思うんですけれども、これまでの話を聞いているとチーム内のそもそものこうコミュニケーションが取れてなかったのではないかというふうに感じる部分もございました。そのあたりのご見解を伺えればなと思います。チーム内では、閉鎖研究を実施している間におきましては、朝会と夕会を実施しておりました。毎日実施しておりまして、その結果をその管制室の白板に記載するとともにメール等で関係者に共有しておりました。でそれから研究のことに関しましては適宜研究者で集まってこのどういうふうに進めていくかとかということを話し合ったりはしていたんで、しておりました。で、ただ結果としてこのような事態になってしまいましたので、なってしまいました。その点申し訳なく思ってます。それはその、コミュニケーションを取るような場はあったけれども、十分ではなかった、不十分だったというご認識ということでしょうか。結果として、その不適切な行為に関しましては、そのプロセスがしっかりしたもので行われているということの確認等が不十分だったと考えておりまして、反省しております。わかりました。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では一番前の、はい、笹本さんですかね。はい、読売新聞の笹本です。先ほども古川さんに お伺いしたことで一部回答が後で思い出されたということだったんですけども、
チームの方を信頼しすぎてしまってたっていうことを根本的な原因とよくおっしゃってるんですけれども、その一方でチームの関係の方、チーム内の方からもあの研究のそのものの進め方についていろんな意見が出ていたのに、それを聞き入れなかったというのは信頼とは全く逆の方向の、 あの行動にも見受けられるかと思うんですけれども、どうしてそういう意見を、まあ、チーム内だけではないかと思うんですけれども、外部からも含めてですけれども受け入れられなかったかという要因としては、あのやはり最初おっしゃってましたが、そのスケジュールありきで動いてしまっていたとかですね、あのそういったことが大きかったんでしょうか。ご質問ありがとうございます。まず、人に対する信頼と、人間に対する信頼と、あの意見に対する信頼、意見あるいはその行う専門的なこととかを行うことに対する信頼を分けさせてください。人間としては皆さん信頼しております。で、行う行動に関しまして、先ほどの精神心理の分野というのは専門性が高い上に、その部分に関してはご専門家に任せ、信頼して任せるというその気持ちが勝ってしまったということを反省しております。で、グループ会議等であの議論、いろんな意見が出て議論するという場合は、全員が意見が一致して、決まれば一番いいんですけども、時にしてそういうふうにはならないで、さまざまな場合によって180度異なるあの意見が出ることもあります。そういった時には、何らかの判断をして先に進んでいくことになります。で、あの結果として今回の事象に関しましては、もっと拝聴して、べきだったと反省しております。わかりました。それとあのご自身がこの不正というか、まあ、不適切な今回の改ざんとかですね、書き換えに、気づいたというか、あのそのことを発覚され、あの知ったのがですね、あの調査を受けてヒアリングを受けているとき、20年から21年のっておっしゃってましたけれども、あの一方で先ほど年に1回はデータについてみんなで議論していたですとか、あの先ほどコミュニケーションのところでも朝会誘拐実施していたとかですね、あの本当にいろいろコミュニケーションをされている中で、なぜその不正な行為に気づくことができなかったのか、本当に気づいていなかったのか、その20年に外部の方が把握をされたのも鉛筆で書き換えたような箇所が大量に見つかったという、まあ、あのそれだけ聞いてしまうと、なぜそのような分かりやすい不正行為をあのそれまで気づくことができなかったのか、ちょっと疑問に思うんですけれども、それはどのように説明されますでしょうか。生データに触れておりませんでした。その精神心理専門家としてあの評価したストレス状態のデータをもらった形になりました。それをもっと元に戻って、あのプロセスはしっかりしていることを確認すべきだったんですけども、そこができておらずに、専門家なので信頼しすべきだろうと、そこをなさってしまったことを反省しております。20年にその外部の委員会にあの向けて報告というか科学的評価を受けるためにいろいろデータをまとめられて、それを見た外部の方が気づかれたと思うんですけれども、そのまとめたデータをあの外部の方に見せる前に古川さんが目を通すということはなかったんでしょうか。精神心理専門家のによるストレス評価と、その部分のデータは正しいという前提で他のデータとの相関を取ったりだとか、そういったことをあの仲間内で検討していたんですけども、その部分の生データまでは見ておりませんでした。ただそれを正しいという前提で、その他のデータとの関係だとか、そういったことを検討していたことになります。その生データを見ていないのは外部の方も同じだと思うんですけれども、それでもやっぱりその鉛筆で書き直したような痕跡をたくさん見つけることでその掴むことができたわけですよね。そういう書き直したような痕跡は古川さんはご覧にならなかったということですか。はい、その部分は見ておりませんでした。それは研究代表者のところまでで作成の責任まで全て作成して確認するっていう作業は研究代表者の方までで止まってたっていうことですか。研究代表者に限らず精神心理専門家が複数おりまして、あのその部分、その彼らにその役割分担、専門性が高い上に役割分担としてその部分をお願いしていたということになります。
毎日の朝会誘拐では生データに触れる機会というのは一切ないんでしょうか。生データには触れておりません。わかりました。あとごめんなさい、長くなってしまって、佐々木理事に今回の件の個々の その処分状況というのは公表基準などがあるから公表されないというのは承知したんですけれども、一方でこの件に関して昨日理事長以下3名の理事も含む3名の方の処分なども発表されて、一方でホームページで停職2週間というのも発表されて、で、古川さんが今日ご自身の口から発表されて、処分を受けたのはそのメンバーだけなんでしょうか。合計何人がこの件に関して人事処分を受けたんでしょうか。それもですね、先ほど紹介したように役員とそれから、定職以上のことについては今ご説明できますけども、それについては1年に1回ご連絡するということになります。それは人数何人かということも言えないのは、その個別に公表したり、その即日公表する基準ではないというのは分かるんですけど、人数は別に個人情報とかにもつながらないと思うんですけれども、それは公表できないんでしょうか。あれはルールにのっとって発表させていただいているので、はい、そういうことになります。分かりました。すみません、ありがとうございます。長くなりました。はい、ありがとうございます。ではその、はい、お向かいの、はい、フリーランスの千野と申します。佐々木理事にお願いしたいんですけれども、今回の実験のめぐる不正問題についてですね、 ISS に関しては、国際調整が頻繁に行われていると思うんですけれども、何か報告をされたんでしょうか。はい、医学研究 のコミュニティがありますので、それについては一報させていただいております。で、我々としてはしっかりと調査して対応していくということはお伝えしております。それでですね、やっぱり研究不正というのは、宇宙実験というのはすごく実現までやっぱり皆さん時間もかかるので、研究者にとってはすごい重要だと思うんですけれども、その意味で大変申し訳ない言い方なんですけれども、不正に関わった人に研究をしてもらいたくないとかですね、そういう厳しい意見というのは出なかったんでしょうか。国際的な関係ですので、ある程度JAXAに対して信頼をしていただいたと思うのですけど、それについては我々を信頼して対応をしっかりしてくださいというふうに言われます。じゃあ特に宇宙飛行してもですね、多分古川さんのお仕事は、宇宙で実験することも入っているわけなんですけども、その辺の役割については変わることはないし、反対論もないという、そういうご認識でいらっしゃいますか。はい、今訓練をしてますので、最終的な確認というのはこれからと思いますが、米国 NASA の方から状況については特段ご異論があるということではございません。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。では一番私から見て一番遠い、はい、一番奥、はい、日経新聞の松添と申します。古川さんにお願いいたします。今日の記者会見 の開催の趣旨についてですね、その古川さんご自身 の口からお話をされたいっていうお話があったから、そのセッティングされたというですね、説明が冒頭であったかと思うんですけれど、ただ一方ですね、今回の不適合に関する、会見というのが最初に開かれたのが11月でして、で、1ヶ月以上とかなり時間も経っているかと思うんですけれども、でちょっとお伺いしたいのが、古川さんの方ではいつ頃からこういう説明の場を設けたいっていう思いを抱いていらっしゃったのかというところと、その実際に開催するまでにどうしてこれだけ時間がかかってしまったのかと、この2点をお願いいたします。はい、11月の時点では、国際パートナーの宇宙飛行士と一緒に行う訓練がありまして、日本におりませんでした、申し訳ありません。で、申し出たのは、12月の上旬頃だったと思います。でそこから、これまで12月上旬なので1ヶ月ほど経っているかと思うんですけれども、そこまで
これだけ時間がかかったというのは、これは佐々木理事にお伺いした方がいいかもしれませんが、はい、ちょっと関係者会場の確保とか含めてちょっと準備したところで大変申し訳なかったんですけど、この日になってしまったということになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではその手前の、はい、はい、向けてあげてもらっていいですか。はい、はい、そうです、お願いいたします。毎日新聞の鳥居と申します。2回目です。古川さんにお伺いします。今回はその2億近いお金をかけて結果的にこういう結果になってしまいましたけども、今考えて振り返ってですね、計画自体に無理があったというふうにはお考えでしょうか。私 の、 その課長のような立場にあるグループ長、そして宇宙飛行士、そして科研費の代表研究者という、 それらを掛け持ちでやるのは確かに忙しかったんですけども、当時はなんとかできるのではないかと考えて必死にその研究を進めようと考えておりました。しかし結果としてこのようなことになってしまいまして反省しております。先ほど来任務を誠実に行うというご説明されてますけども、宇宙でのお仕事と切り分けてですね、地上での研究というのは今後も続けられるお考えなんでしょうか。多忙ということであれば宇宙飛行の業務に専念することも可能だと思うんですけども、今目の前にある私の与えられた任務に集中してそちらを誠実に実行していきたいと考えております。あまり言いたくなかったんですけど、誠実にということであれば同じ文言の繰り返すのではなくて自分の言葉で説明していただけると分かりやすいんですが。申し訳ありません。誠実にというのが私の言葉なんですけど申し訳ありません。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。一応会見3時半までということで設定はしておりましたが、もう少々時間大丈夫ですので、まだ追加で複数問お受けできると思いますが、いかがでしょうか。1点すみません、先ほどの ちょっとじゃあよろしいですか。先ほど古川さんの今後のって話がございましたけれども、今現在ジャクソの方、マイクがちょっと近くでお願いします。ジャクソの方では今回の事案、その他新たな被験者方からの通報などもあって、やはり宇宙医学の研究に対する JAXA の取り組み方というのは一度見直すべきだというふうに考えてございます。で、今佐々木、私とも一緒になって、すいません、聞こえません。あ、そうですか。あれ、どうしてだろう、ごめんなさいね。もうちょっとマイクを近づけたら声聞こえますか。これならいかがですか。大丈夫ですか。はい、はい、先ほどの話続けますけれども、宇宙医学という研究に対する JAXA の取り組み方というのは、先ほど来出ておりますように多くの方々からご意見をいただきました。で、日本の研究機関の方々もそうですし、私たちを支えてくださる有識者倫理委員会の先生方も含めまして、ご意見、手厳しい意見をいただいておりますので、医学の研究の在り方、今一度見直そうというのを考えております。で、先ほど佐々木よりもありましたけれども、介入のあるような実験は当面やらないといった、こういった閉鎖のあり方も見直しますので、その宇宙医学の研究の体制といったものも見直してまいります。そういった中で今後その人材をどのように当てていくかの中で、古川さんの研究、そういった、宇宙飛行士のその後のことも含めて、検討していくことになるので、今の時点では何もお答えが、ないのですが、今後まだ検討してまいりたいというのが我々の今の段階になります。はい、ありがとうございます。ではちょっとまたご質問の方に戻ります。お待たせいたしました。はい、じゃあ藤本さん、
すいません、共同通信の七井です。古川さんと佐々木さんにそれぞれお伺いしたいんですが、先ほども昨年の11月の会見についてちょっと訓練があったというようなお話もあったんですが、当時からですね、匿名での発表だったということもあり、今日までお話をする機会がなかったという部分で、これは適切だと思っているかどうかについてちょっと伺ってもいいでしょうか。じゃ私の方が先に11月25日の記者会見につきましては、報告書を提出した、もう即日にですね、ちゃんと記者会見を開いて説明するという形を取らさせていただきます。で、古川知事引っ越しに関してはその段階ではヒアリング対象ということで、やはりそういうこと準備ができないということなので、とにかく私としては調査の結果とそれから再発防止策についてまず説明すべきという判断をしまして、11月25日の記者会見をセットさせていただきました。で、これに関しては私としてはやっぱりまずは公表するというのが大事だと思いますので、私としては適切だったと思っています。はい、訓練のために、11月はアメリカにおりまして申し訳ありませんでした。やっぱり11月の時点ではご自身で責任者であるということで公表してほしいとかそういうふうなご意思はなかったということでよろしいでしょうか。その日は、すみません、JAXA の幹部よりその報告書の説明をするというふうにお聞きしておりまして、しておりました。我々としてはですね、まずは報告書を、彼の見解を聞いてやると、また時間かかってしまう、後になってしまうので、とにかく、ファクトとして報告するということでさせていただいたということです。はい、その後、本人から自分の自ら説明したいということなので、はい、こういう会をセットさせていただいたという経緯になります。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では NHK 絹田です。古川さん、ちょっとまたお伺いしたいんですけど、仲間を信頼する一方で念のため確認する必要性を再認識したということを繰り返されておりますけど、具体的にこれから何をどう変えるのかというところをちょっと改めてなんですけど、どういう点の行動を変えるのかというのを伺いますかね。はい、確認するという事項はを徹底したいと思っておりますので、もしかしたら相手の方がそれはやりすぎだよともしかしたら思ってしまうかもしれないような確認もさせていただきたいなと考えております。その上で着実に、チームとしての仕事が行われるということを確認して進めていきたいと考えております。ありがとうございます。それは宇宙飛行士としての活動でもそういう相手がやりすぎだよと思われるぐらい確認を徹底したいっていうことをおっしゃってるんですがね、ちょっとそこも含めてお伺いできますか。はい、その通りです。相手が、知っているという知っているあるいは気づいている分かっているという前提でなくて、それでもとにかく確認するし、何かが起こった場合にはそれを伝えるということを徹底したいと考えております。分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは草加さん。再び AST サイエンスポータル草加でございます。今5分ぐらい前かな、小川さんがマイクでお話になったとちょっとご発言を確かにちょっとお声遠かったところのお話、いやいや、すみません、そこの聞き取り間違いがあるといけないので、宇宙医学の、体制を見直すっておっしゃったところは宇宙医学の実験を当分見合わせるとか控えるっていう趣旨でおっしゃいました。そこはどうでしょうか。私からちょっと今当然医学研究でも
規模の小さいものから、またあのデータをさらに集めてやるものがありますので、そこについてはよく考えていきたいと思います。で、できる我々としてはできるものからやるということで、考えてますけども、まあ、いずれにせよの重要度も含めて一度ちゃんと整理をしてですね、で専門家の方にご意見いただいてどれが着手するかというのを議論して進めていきたいというふうに思いました。今回の地上実験だけじゃなくて希望というか軌道上でもたくさんあると思いますけども、まあ、希望の実験というのはあの研究者の方からアプライが通ってやるものですけど、それについてもそういう対象になってくるという言い方でいいんですか。今回のはやっぱり JAXA 自らですね、研究するに関して、はい、経験知見それから理解が足りなかったというのがありますので、外部の方がやっぱ専門家の医学の専門の方がやられているのはまた別だと思っています。立て付けとして JAXA がコンダクトするものという理解ですね。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、笹本さん。事実関係ちょっと確認、読売新聞の笹本ですけれども、佐々木理事にちょっと教えていただきたいんですが、ポムスというか、不正に当たらないっていう話のところで論文発表は一部されてたというので3本だということをおっしゃっていて、そのうち 1本がなんか筑波大の件だったということなんですけど、ごめんなさい、これ3本ちょっと時期とかもし把握していれば何年何年何年でメインはどこ大とかっていうのをちょっと概要を教えていただけないでしょうか。はい、ちょっと今すぐデータがないのでちょっと後ほどお伝えするでいいですかね。できますね。すみません、はい、ちょっと確認を取らせていただいて、また、はい、改めてご案内させていただきます。で、その上で28ページの先話をしたんですけど、まあ、改ざんとは判断できないというかというところ、それは3本全てにおいてっていうことなんですよね。ポムスデータを使ったのは1つだけ、のは1つ、そのことについて、はい、それ以外の論文発表はまあ、でもそれも3本ともいずれも改ざん捏造というもの心理面談のデータを使ってないではないということ、はい、ポムス以外で例えば他にはどう自らデータを捉えたとか、同じ閉鎖環境のプラットフォームの中で研究されてますけど自らデータを捉えたとかそういうもの。なるほど。で、信頼性は担保されないというふうにしたのはこれは筑波大の論文だけですか。いや、ポムスのデータを使われているのは筑波大さんなので、そのデータが信頼性が十分でないというのをお伝えしたので、お伝えしたと、はい、で他の2本が使っているデータというのは信頼性も担保されるデータということですか。はい、それは研究共同研究の相手方の方で取られたデータということなので、まあ、我々としては対象者の、まあ情報とかはお渡ししてますけども、研究としては我々としては承知してないというと、じゃあ今回の不適切行為に関する調査で分かったその論文の発表というのは、まあ、筑波大の話ということですかね。分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他はじゃあ、はい、こちらよろしいですか。時事通信の神田です。研究対象者の方へのご対応の件なんですけども、先ほど11月の会見の後に説明会を開かれたということなんですね。はい、当日もですね、記者会見の際に述べさせていただきましたけど、この後、研究対象者に説明会をしますと、ご説明しますというのをお伝えして、その日の夜にですね、一応、説明会をさせていただきました。当日の夜に会見の当日の夜にされたということで、はい、で対象者のうちどのくらいの方が集まられて、あとその対象者の方への謝罪というような形で どういうご説明をされたのかというのを聞きたいんですけど。はい、
よろしいですか。40名の被験者さんですけれども、当日、事前にご案内をして、当日をリモート、あるいは現地会場に来ていただくという形で、21名ですかね、集まって参集いただきました。で、その時には我々から研究当日報告した、これら一連 の不適切な行為についてご説明し、私たちから、研究対象者のため皆様にお詫びをしております、はい、でその上で説明会の中で、今回のシャワーの件みたいなものはその中で出てきたという話なの、それともまたそれは別途ですか。その後に実はという形で個別にお一人の方からこういうことがございましたというのを、後日になってご連絡があったという次第です。あとその謝罪に対しての反応というか、それ全ての方は一致はしないのかもしれないですけども、どういうそれは我々の反省に促すように、やはりご自身のデータが使えなくなる可能性が出てきているというところに対しての残念なお気持ちを示されていたと思います。はい、そうですかという形で伺ってはいただいて、その場でいわゆる、皆様真摯な態度で我々の謝罪を受け入れていただけたの、そういう言い方失礼しました、申し訳ございません、謝罪をお聞きいただけたという状況だったと思います。あと当日参加されてない方に対しては何らか その対応というのはされていらっしゃるんですか。連絡のつく方については常にご連絡を入れるというような形をしております。中には連絡が取れなくなってしまった方も若干名いらっしゃいますけれども、今回のアンケートですね、社はこの事案に関して今日お示しした資料の中にありますが、アンケートを取らせていただいて、そのような事実があったなかったといったものをフォローアップをさせていただいております。当然今回の事案についてまた改めてご報告するような形は取りたいと考えております。あともう1点だけすみません、ちょっと別の話で、先ほどその3本の関係する論文という話があったんですけれども、それに関してはその共同機関以外に古川さんも著者として入っていらっしゃるのかということと、あとその人的な重なりみたいな面で全体的なその信頼性というのには影響がなかったとどういうふうに判断されているのかというのをちょっとお伺いしたいんですが。先ほどご指摘ありました筑波大学以外の2本の論文には私共同著者として入っております。はい、でそのデータの信頼度なんですけども、我々としては研究の共同研究相手型の方が責任を持ってやられているということで、我々としてその言い悪いと判断はできないと思いますが、先方の方にですね、例えばその倫理委員会等で確認いただいて、そこに問題なかったというふうにお聞きしています。先方の倫理委員会では問題はなかったというふうに判断されたものであるということで、はい、ここは確認しました。はい、JAXA としては先ほどおっしゃられたようなその研究全体 その計画に甘いことがあったよということは伝えている、はい、伝えて懸念は伝えているということ、はい、伝えてます。伝えた上で先方の方で同様な問題がありませんでしたかというのはお聞きしたところではなかった、もう適正にやられてたというふうにご回答いただいています。それはその2本に関してというはい、ありがとうございます。じゃあ田中さんも、はい、こちら、はい、日本放送畑中です。短くです。先ほど小川部長がおっしゃったことをもう一度確認させてください。その閉鎖試験、この一般から募集する閉鎖試験というのはもう行わないということですか、あるいは一時凍結で見直した上でまた再開とか、その辺の位置づけどういうことなんでしょう。現時点で言えば再開する可能性とか、あるいは凍結また実施できるようなことを甘く言えるような状況ではないと思っています。一旦倫理委員会や専門家の意見をしっかり受け止めた上で、再スタートができるのかできないのかをちゃんと判断した上で、できることがあるかないのかというところにまだスタートライン立つんだと思っているので、今の時点でお答えとしては見込みがあるとは言えないし、あるとも言えないという状態です。
当面の間はというようなことですか。はい、当面というかまずはちゃんとスタート取れるか、あるいは再出発ができるかの状態を見極めるところだと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。それとすいません、先ほどご質問のあった3つの論文の発表時期ですけど、2018年になります。ちょっと月まではちょっと把握できてないんですが、2018年だということで先ほどのご質問にお答えいたします。どこの大学かというのは、論文については、資生堂と日大になります。はい、それぞれの、はい、メインの研究などというか、はい、資生堂中心と日大中心、はい、そうなります。はい、調査者に古川さんの名前はあります。はい、はい、他いかがでしょうか。はい、それではご質問大丈夫ということのようですので、ではこちらの方をもちまして本日の記者会見を終了させていただきたいと存じます。最後コメントありましたでしょうか。あ、よろしいですか。はい、私閉鎖研究におきましては、研究開始時より、多くの皆様に、ご助言、ご意見をご指摘をいただきました。そのことにつきまして改めて感謝申し上げます。また研究にご協力くださった、研究対象者の方々、そして、共同研究機関の先生方にも改めて感謝申し上げます。それにもかかわらず結果としてこのような事態になってしまったことを深く反省しております。で、今後いただいたご助言ご指摘を振り返りまして、しっかり再発防止策に努めていきたいと考えております。どうもありがとうございます。それでは以上をもちまして、私からお願いします。JAXAとしてもですね、理事長から今回の件を重く受け止めて、公費粛清、それから、適正な研究の実施というのを厳しく言われております。すぐ簡単には取り戻せないと思いますけれども、信頼したされるような研究が実施できるようにしっかりと取り組みでまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。改めましてメディアの皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。また YouTube の方のご視聴もありがとうございました。本日はありがとうございます。ございませんでした。では登壇者の方退席させていただきます。ありがとうございました。